日本東京都豊島区東池袋東池袋は東京都豊島区の地名。現行行政地名は東池袋1丁目から東池袋5丁目。郵便番号は170-0013。池袋駅、東口北側の地域で日本有数の繁華街池袋の中心である。町域はおむね JR 山手線管内に入り、国道五十四号の南側。 グリーン大通りの北側に1丁目から5丁目まで存在し、北側に上池袋、北大塚、東側に南大塚、文京区大塚、南側に南池袋、西側に西池袋と接している。豊島区役所やサンシャインシティ、60階通り、サンシャイン通りなどがあり、飲食店や商業施設がひしめいている。南池袋に向かっては、 自社が多数あり喧騒なイメージと異なった静寂さが広がっている。福都心の商業集積地区と昭和時代の古いわいさ里が同居しているが、全体に高台で神田川に向けて緩やかに下っているので、住宅地としても良好である。また、各種学校、大学も置かれ、池袋駅東口の豊かな一面を覗かせる。ただし、 西部百貨店本店や池袋パルコ、東口地下街の池袋ショッピングパークは南池袋にあたる。都電軌道より都心側は一部文京区大塚になり五国寺も近い。また、都電沿線の商店街は今も活況を呈しており、建物も歴史を感じさせるものと新しいものとが混在している。住宅地の地下は二0十七年一月一日の工事地下によれば、 東池袋2の12の9の地点で57万4000円平方メートルとなっている。江戸時代には、豊島郡池袋村及び雑司ヶ谷村の一部であった。東池袋4丁目地区再開発地区計画及び、東池袋4丁目地区地区計画として、東池袋4丁目及び南池袋2丁目の一部における再開発が進められている。地名は、 池袋駅の東側に位置することに由来する。もともとは大半が北豊島郡雑司ヶ谷村に属しており、本来の池袋村とは関係が薄い。かつては雑司ヶ谷の名の通り雑木林に覆われた土地であった。この現在の東池袋及び南池袋一帯は、江戸時代には旗本三千国中西港の配慮地であったために中西の森と呼ばれ、明治時代に 根塚一郎が土地を買収すると、根津山と呼ばれるようになった。根津山とは、現在の豊島岡女子学園中学校、高等学校あたりにあった小さな丘のことだが、この周辺一帯の地名として使われた。太平洋戦争中は大規模な防空壕があり、付近の避難場所ともなった。2017年12月1日現在の世帯数と、人口は以下の通りである。 区立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。なお、豊島区の小中学校では、学校選択制度を導入しており、以下の指定校に隣接している、通学区域の学校も選択することが可能。再開発のため2008年に消滅した、人生横丁東池袋一丁目には、人生横丁、光町通り、栄町通り、 三国工事という計4つの名物飲食店街があった。戦後の闇市の面影を残して独特の雰囲気を持ち多くのファンを引きつけていたが21世紀に入り再開発によって全2社は消滅した。しかし後2社は健在でありチェーン店にはない個性と昭和のスタルジーが残ることで人気がある。なお、人生横丁と三国工事は 青江美奈のミリオンセラーとなった楽曲、池袋の夜にも登場する。人生横丁は、グリーン大通り北東側の豊島岡女子学園に隣接していたが、2008年10月31日に再開発のため、明かりを消し、その土地は、日生池袋ビルの一部分となっていて、人生横丁の石踏みが立つ。同ビル敷地には、明治天皇の建ての石踏みもある。 池袋駅南側のびっくりガード付近より小さな川が流れておりかつて神田川に注いでいた。流域が町内にありこの水運を利用して旧大倉省造幣局が貨幣を駐造していた。現在では一般公開する展示室になっているが付近ではその周辺工程を行う工場が多かった。工場は小規模なものでなおかつ湾居沿いにあるので周辺は 道路付けも、ままならず幅1メートル前後の通路で連絡されている。地元豊市幕も、防災防犯の立場から広場を開設しており、特徴的な街並みである。特に都電荒川線の東池袋4丁目、停留所と向原停留場の間は、密集市街地であり、都心でも長屋の風景が今でも残っている。池袋駅東口と西口の繁華街をつなぐ、 道路に車なども通ることが可能な池袋大橋と池袋駅、北口目の前に出る歩行者専用道路の増資ヶ谷水道の出入り口があるのも東池袋である。なお、増資ヶ谷水道は自転車を交車して手で押していけば通ることが可能である。サンシャイン60の西側に位置する乙女ロードにはアニメゲームグッズや道人紙など通称 おつ除菌の商品を扱う店舗が密集しており、婦女子の聖地と言われる。アウルタワーグリーンウォー通り沿いに、区の文化施設である、ライズシティ池袋が2007年に完成。豊島区立中央図書館がさらに文化設備を加えて、より新規開館した。ありがとうございます。